1月16日のリビングライフの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はウェスレアンホーリネスの玉川キリスト中央教会の本間と申します。今日はイエスの働き、私たちの使命というタイトルでルカの福音書4章31節から44節の御言葉をご一緒に読んでまいりたいと思います。ルカの福音書4章31節から44節。それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。そこの街道に汚れた悪霊に疲れた人がいた。彼は大声で叫んだ。ああ、ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると悪霊はその人を人々の真ん中に投げ倒し、何の害も与えることなくその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は何なのだろうか。権威と力を持って命じられると汚れた霊が出ていくとは。こうしてイエスの噂は周辺の地域の至るところに広まっていった。イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。シモンの姑がひどい熱で苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスにお願いした。イエスがその枕元に立って熱を叱りつけられると熱が引いた。彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。日が沈むと、さまざまな病で弱っているものを抱えている人たちが皆、病人たちを身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どもも、あなたこそ神の子ですと叫びながら、多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って、ものを言うのをお許しにならなかった。イエスがキリストであることを彼らが知っていたからである。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元までやってきた。そしてイエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で宣教を続けられた。このルカの前半の箇所を読んでいて非常に印象付けられることは、それはイエス様が権威あるお方だということをこのルカが言おうとしているということですね。権威、そして御言葉、そして信仰、また奇跡、それらのものがどのように関わり合うのか、そんなことをですね、毎日毎日読みながら思い巡らされることであります。私が大学生の時でありますけれども、進学校出たてのですね、ある伝道師の先生としばらく、聖書の学び、バイブルスタディをしたことがありました。その時には、
マルコの福音書のですね学びをまあやったわけですけれども、そのまあ合計何回かやったんですけれどもですね、最初の1回目の時のことが非常に印象に残っているんですね。それはマルコの一番最初のところを読みながらですね、イエス様が権威のあるお方であるということをですね、まあ学んだと言いましょうか、非常にそれを印象深く心に覚えたわけです。で、権威があるってどういうことだろうと、まあ、その時にはイエス様が権威のあるお方であるっていうことはこう非常に心にこう残ったんですけども、じゃあ権威って何だろうっていうことはよくわからないまま、まあ、ずっと来ました。皆さんもいかがでしょうか。今日のですね32節に、人々はその教えに驚いた、その言葉に権威があったからであるというですね。私たちは普段の生活でも権威という言葉を使いますけれども、何かその方がこう専門家でですね、非常にその道に詳しい方だったりすると、その分野の権威であるという言い方がしますけど、そういうこととはちょっと違うと思うんですよね。それから何かこう偉そうな感じ、あまりいい意味ではなくてですね、ちょっとこう権威あるふりをしているような感じですね。それもなんかはこう悪い印象として私たちは権威という言葉を使ったりしますけれども、イエス様のここで言っていることはまたそれとも違うはずでありますね。聖書の権威というのは、まあ、いろいろな説明ができると思いますけれども、それは言ったらその通りになるということでしょうかね。そういう力というふうに言いましょうか。イエス様の言葉には権威がある。それはイエス様がおっしゃったらその通りになるということですね。そもそも創世記の最初で光あれという言葉を持って天地が作られていきますけれども、神様は常に言葉を発して、そしてその言葉がその通り実現していくということで、この世界というものが出来上がり、そして今も保たれているわけです。そしてイエス様もその創造主としてのですね本質というものはこういわば見えないように隠しておられるような形で今ここに地上の生涯を歩んでおられますけれども、しかし汚れた悪霊についた人がいればですね、それを言葉で追い出し、また熱で苦しんでいる人がいればですね、それを熱を叱りつけて言葉で癒しということで、イエス様はおっしゃった通りそのことがなるという形でですね、ご自身の権威というものをこう表しているわけであります。しかしそれは私たちにとって、私たちもそれを聞いたときに、じゃあそれが自動的に何か私たちの中になっていくのかというと、そうではなくて、私たちがその権威を認めて、いわばそこに従う、そのことがあるときになされていくわけであります。聖書を読んでいきますと、イエス様のことを信頼して、そして期待して、近づいていく人たちには豊かな御業がなされ、しかし、疑心暗鬼であったり、さまざまな思いを持ってですね、ストレートに信頼する気持ちを持たずに近づいていく人にはイエス様の御業がなされない。それはイエス様がいわば意地悪なのではなくて、イエス様の権威というものを認めてまた従っていく人間側の応答というものもそこに重要になっていくということでありますね。今日の箇所を読んでいて、非常に印象深いのはですね、それは人々はイエス様のその言葉を持って、病を癒していく、また悪霊から解放していく、その働きを見てですね、イエス様にいつまでもそこにいてほしいと願ったということであります。42節に、朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元までやってきた。そしてイエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとしたと。引き止めておこうとしたというふうにあるわけですね。イエス様はこの引き止めておこうとするということは良しとされないわけであります。イエス様は愛と憐れみを持って苦しむ人のためには本当にご自身のその奇跡をなす力をですね惜しみなく発揮されるわけですけれども、しかしそれが何かいつも自分たちの手元にある自分たちを満足させるそういう力として働く
ということはイエス様は良しとされないわけですね。ですから43節でそのような引き止めておく人々に対してイエス様はこう言いました。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そのように言って、そのとどまるようにと求める人々のところでですね、いわば小さな王様のようにして君臨することではなくて、むしろ自らを投げ出して、そして苦しむ人々のところに向かっていく、そして周りに行く人々にはついてくるようにと。イエス様は常に私たちがイエス様を引き止めて自分の願いを聞いてくれるお方としてそこにいる、そのことではなくて、むしろイエス様の行く場所に共に行く人々ですね、弟子を求めているわけです。実際イエス様が周りに集められた弟子たちはイエス様と一緒に旅をしました。ガリラヤからエルサレムに行き、また他の地方に行き、そして最後はもちろん十字架の直前で恐ろしくて逃げ出したということもありましたけれども、しかしとにかく彼らはイエス様と一緒に旅をし続けたのであります。自分たちのところにイエス様を留め置いたのではなくて、イエス様が行くところに私たちも行きます。それが私たちに求められていることですね。私たちがイエス様の権威というものを認めるのであれば、私たちもまたイエス様の行くところについていく、そのようなお互いでありたいと願います。今日の御言葉の中でもう一つ印象深い場所は42節の一番最初ですね。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれたと。ここでは寂しいところに出て行かれたとしかありませんが、おそらくこれは祈りのためにだと思われますね。というのは5章の16節、同じルカの5章の16節には、だがイエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられたとあるからですね。イエス様は人々から一時離れて寂しいところに退かれることがありました。それは祈るためであり、また自分自身が人々にコントロールされないでですね、むしろ自分に従ってくる人を本当にこう祈り求めるためであったと思われます。このように私たちがイエス様の権威を認めるということは、退いてまた祈るイエス様の姿に習うということでもありますね。私自身も本当に自分がなかなかそれができてない上に、この新年新しい思いを持ってそのように申し上げるわけですけれども、本当に退いて祈る、主がそのようにされたのだから、そのようにしてですね、本当に生活においても主の権威に従っていくお互いでありたい、そのように願うことであります。お祈りをします。愛する天のお父様、主イエスが権威あるお方であるということを御言葉から学びます。私自身がその主が権威あるお方であるということを認め、受け入れ、従う、その生き方を全うできるように、そのために退いて祈る生活、あなたに習いながら今日明日と弟子としての歩みを一歩一歩進んでいけるように導いてくださることをお願いします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。